どうも、肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。最近買ったカラバオのエナジードリンク購入したいなと思ってるんですが、あれから見かけなく残念です。コストコからのお知らせで、今年8月に2つの倉庫店がオープン予定、先行してガスステーションがオープン予定と書かれてました。沖縄のガスステーションは今月オープンみたいです。コストコのガソリンは燃費も良くなり、お値段もお安いので、先行でオープンしてくれるのは嬉しいですよね。まずは気になった商品からご紹介します。デリカテッセンポテトチップス、お値段が698円でした。こちらのポテトチップス久しぶりに見かけます。味がすごくあっさりしてて美味しかった商品。スペイン産のポテチでお酒にも合うと思います。このポテチは美味しかったのでおすすめです。あとはアイリスオーヤマハンディリンサークリーナー、お値段が 11,800 円でした。専用洗浄液付きセット、とっさの汚れを手軽にさっと、布製品の洗浄クリーナー、こういう系のハンディクリーナー、私も SNS で見てすごく気になってました。コーヒーだったりをこぼして汚れちゃったカーペットが本当にさっと手軽に汚れが落ちるのを見てすごくいいなと思ってたものです。やはりお値段も張りますが、丸洗いできないカーペットに使えるのは魅力的です。あとはメラニン製食器セット、お値段が4198円でした。3種類の大きさのものが4枚ずつ入ってます。小皿、大皿、ボール、この3種類が入ってるみたいですね。ちょっと個人的には柄だったり色がド派手すぎます。あとはオーバー&バッグディナーボール4枚セット入り、お値段が1780円でした。大きさも程よく、カラーも4種類違った色で、どれも私好みの色だったので、これは割引を狙って購入したい。通常価格でも十分お安いんですけどね。あとは美濃焼計量ボール4個セット入り、お値段が2598円でした。今回色がちょっと同じく見えるんですけど、4種類色が違く、どれも落ち着いた色で使いやすそうでした。美濃焼の同じような形を持ってるので今回は購入しなかったですが、色合い、そして触り心地すごく良かったです。美濃焼シリーズ好きでよく購入してるんですが、最近先ほどもご紹介したオーバー&バッグさんのお皿もすごく気に入ってて、このメーカーさんも好きです。あとはプルボックスフードコンテナ3サイズ、お値段が1998円でした。色は2種類販売されてて、蓋付きのコンテナです。持ってみるとすごく軽くプラスチック製のように感じました。保存容器っていろいろな種類ありますよね。あとはペットクーリングジェルパッド、お値段が2398円でした。こんな感じで絵通り、ワンちゃんでもくつろげるようなサイズ感だと思います。このクールパッドのマット、すごく猫ちゃんたちにも好評で、最近暑いのでよくそこで寝てます。ちょっと猫ちゃんには大きすぎるかな。あとはドール 100% ジュースアソートセット、お値段が1898円でした。パインアップルオレンジとパインアップルマンゴー、この2種類が入ってます。飲みやすいサイズ感、絶対美味しいですよね。あとは韓国商品でテングルキムチロゼパスタビッグカップ、テングルプルコギクリームパスタ、お値段が1398円でした。どちらもカップ麺コーナーに販売されてて、カップ麺シリーズでパスタって珍しいですよね。どちらもすごく変わった味そうで、今度どちらか挑戦してみたいです。美味しいのかな。あとはスゴ麺辛うま夏限定セット6食入り、お値段が1298円でした。こういうギフトセット以前私1回購入したことがあるんですが、スーパーでもこのセット見かけて、そこまで価格差はなかったです。なのでスーパーでもこの夏限定セット販売されてそうです。あとは北海道産スイートコーン冷たいスープ12パック入り、お値段が1798円でした。先週北海道産じゃがいもの冷たいスープ購入したんですが、コーンスープバージョンも販売されてました。
同時に入荷されてれば私はスイートコーン選んでたと思います。あとはホノルルクッキーパイナップルマカダミア、お値段が1598円でした。以前販売されてたパイナップル味とパッケージが変わっただけで中身は一緒だと思います。以前購入したんですがパイナップル味すごく美味しかったです。今は店頭にいろいろな種類が並んでると思いますが、パイナップル味購入したことない方ぜひ購入してみてください。フレッシュなパイナップルの香りと味が楽しめて美味しかったです。あとはビオデルマクレンジングウォーター 500ml 2本入り、お値段が3798円でした。今までは普通のタイプ販売されてたんですが、今回敏感肌用の商品も販売されてました。敏感肌用はすごく人気そうで在庫残りわずかになってました。肌が弱い方には良さそうです。あとはハードバイトポテトチップスメープルベーコン味、お値段が1098円でした。ネーミングからはちょっと甘そうで個人的にはちょっと苦手そうです。どんな味なんだろう。そして今週行ったらフードコートではマンゴースムージーが新商品として販売されてました。味はすごく濃厚でしっかりとした甘さがあり、マンゴー特有のトロッと感も味わえました。酸味は少なめで甘さが結構強かったので個人的にはもうちょっとさっぱりと飲みたかったですが、それでも十分美味しかったです。この季節にはやっぱりスムージー美味しく感じますね。個人的にすごくドストライクな柑橘スムージー今年は販売してほしい。今回買ってきた合計点数18点、合計金額2万976円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにオーストラリアンボタニカルソープハンドソープ 750g2 個入り、お値段が777円でした。1本あたり389円です。通常価格は1368円、7の末日で破格な金額で販売されてたので購入してきました。今回は香り違うのを購入しようかなと思ってたんですが、やっぱり容器の外から嗅げる匂いがちょっと香水っぽくちょっときつい香りに感じたので気に入って使えてたレモングラスにしてきました。かなりボリュームもあるハンドソープなので使い応えもありおすすめです。続いてビオレ U 泡スタンプハンドソープ、本体 240ml 詰め替え 430ml、 お値段が通常798円のところ160円引きしてて638円でした。こちらの商品すごく可愛く数量限定と書かれてたので2つ購入してきました。ワンちゃんとお猫ちゃんの柄になってます。泡スタンプということで肉球の泡が出てくるみたいです。こんな感じで絵では書かれてますが本当に出てくるのかな。続いてスキンアクアトーンアップ UV エッセンスラベンダー日焼け止めエッセンス 80g2 個入り、お値段が1178円でした。1個あたり589円です。アリの商品も割引してたのでちょっと迷いましたが、お安く節約のために安い方を購入してきました。続いて LDC 黒ウーロン茶 500ml 24本入り、お値段が1898円でした。1本あたり79円です。こちらの商品家族に頼まれたものです。ラベルレスタイプなので捨てるのも簡単ですね。今回は野菜類リピート品こんな感じで買ってきました。またまた東町唐辛子販売されてたので購入してきました。本当に美味しく気に入ってます。そして今回ニンニクが特別価格としてお値段すごくお安く販売されてました。300円台だったので購入です。やっぱりお安いので買われてる方多かったです。続いてイボの糸手延べそうめん12食セット入り、お値段が通常1898円のところ380円引きしてて1518円でした。こちらの商品家族に頼まれたもので2つ購入してきました。割引もやってたということもあり結構カートに入れてる方多かったです。ギフト用にすごくぴったりですね。続いてチボお好み焼き豚玉チーズネギ焼き各3枚入り、お値段が1998円でした。
1枚あたり333円です。冷凍コーナーで販売されてたお好み焼き、冷凍品のお好み焼きってあんまり食べたことがないです。有名なお好み焼き屋さんなんですかね。どちらの味もすごく美味しそうで、美味しかったらいいな。続いてブルーベリー&クリームチーズスコーン8個入り、お値段が1498円でした。1個あたり187円です。結構私スコーン好きなので、今回見た瞬間購入してしまいました。ブルーベリーとクリームチーズ、これまた美味しそうですね。続いてイスラエル産ビソツキーマンゴー&パッションフルーツティー 3.5g 80袋 280g 入り、お値段が2298円でした。1袋あたり29円です。ホットでも良さそうなんですが、アイスティーとしても美味しそうですね。これは期待大。続いてサマーパンナコッタ、お値段が1898円でした。すごく見た目が斬新なパンナコッタが新商品として販売されてました。ブルーが使われてるっていうのはすごいですね。ちょっとハロウィンっぽさもありますが、なかなかこういう色の商品って日本では見かけないですよね。今回はこんな感じで買ってきたものは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回はお安かったのもあり、ハンドソープ系結構ストック買いしちゃいました。今回もフードコートでダークチェリーさんで購入しちゃいました。やっぱり美味しい。ぜひ気になるものあったらチェックしてみてください。また次の動画もお楽しみに。